丈夫だよ。大丈夫？星が変な動きした。これ、ホタル？そうなんだ。これがホタル。ホタル、見たことなかったんだ。一度でいいから本物を見たいなってずっと思ってた。明るいだね。思ってた通り。それ以上に綺麗。
よ。楽しかった。本当に楽しかった。だから後悔してる。もっと割り切れればよかった。もっと距離を置いていればよかった。方法は他にもあったのに。多分何を言ってもあなたは理解できないよ。むしろ知らない方がいいの。今まで騙して本当にごめん。黙ったままで本当にごめん。どこから来たのかな。ちっちゃくてかわいい。ほんとふわふわして気持ちいいね。ねえ、私にも抱かせて。朝食の準備中なんだけどな。それとこれとは話別。やることやってからじゃないと示しがつかないでしょうが。何か言った？
それはそうと。体調の方はどう？ここ数日元気いなかったみたいだけど。何がおかしいの？そう？ただね。雨村くんの顔見てると、なんか話していいものかどうか。記憶も夢見心地な感じではっきりしなくて。どうしたの？そうかもね。けど、雨村くんは着いてから下見に行ったんだよね。
私は雨村君は変な聞き方で、でも雨村君って夜はお弁当食べてなかった？おかしいのよ、なんだか雨村君、夕食の時に私たちといたような気もするし、いなかった気もするの。まるで記憶が混ざり合っているみたいに。雨村君、雨村君、それこそこっちのセリフよ。大丈夫？急に顔色悪くなって。
これ誰の帽子？ねえ、これ誰のなの？いないなら捨てちゃうよ。くもくん、なんでもないよ。うん、なんでもない。さあ、もう帰る準備しないとね。朝ごはん食べてからじゃ時間あんまりないわよ。普通追いかけるでしょう、あの状況なら。まあ、こんなところに落とし穴を用意するライターもライターだと思うがな。ほんとね、なんか昔のアドベンチャーゲームみたい。
かりますけど。とりあえずここは逃げた犬を追いかけてね。積極的に動かない男の子は嫌いだぞ。あとここの選択肢があった場所よく覚えておいてね。きっと後で役に立つわよ。